はい、工房説の永田です。くさびと書いて説と読みます。はい、須藤陽子さんのイベントですね、11月3日分、先ほどペンシルの方をアップしました。今度ルージェペンとか行きたいと思います。入ってね、はい、ここに本がありますので、もしまだ買ってらっしゃらなくて興味ある方、ぜひぜひ一冊買って読んでいただければと思います。もういろん各メーカーさんね、そして野原工芸さん、そしてクラフト A さんとね、はい、ペンの紹介がございます。はい、ぜひ読んでいただければなと思っております。はい、ルチェペンいきましょうか。こちら向いてるのがカリンの紅白15,000、13,000とあります。はい、重機ね、こうやって見ると分かるんですけど、ライト付きのね重機作ってきました。はい、新型でございます。まだまだ改良点あるんですけどね、ひとまず今回ちょっと初お披露目ということで、よければ見てください。はい、下からいきましょうか。ルーチェペンね、神代欅、一番下の段ね、全部9000円ですね。神代欅、欅の縮み木、楓の縮み木で、しまくわ、かりんなみ木、マカデミアンナッツ、シャムガキ、シーオーク、漆の縮み木、タモの木、神代桜、レッドガム、ケヤキの木、バーザイメープル、オリーブ、梅、そしてここまで、グラスの下までね、はい、下の段9000のカリンの項目来ております。はい、一段上ですね。はい、カリンの木、してキングウッドですね。キングウッドで、アメリカのクスコブ、バーツアイ、ローズウッド、アフゼリア、そしてバーザイメープル、ハワイアンコアですね。でチューリップウッド、そしてタスマニアンブラックウッドですね。はい、バーザイシーオーク、ルーチェペンのみあります。はい、だいぶ減ってきましたが、マーブルともあります。つぶつぶのねローズウッドがあと1個ね、隣がねラスイチになってる、キューバマホガニーですね。はい、リング生地ですね。はい、なんだっけ、サテンウッド、バナバですね。ちょっと電気の調子が悪いんで申し訳ない。で、デザートアイアンウッドでございます。はい、ゴールドフィールドワール、これもレッドガムと一緒、ユーカリの木のコブとなりますね。はい、でブライヤー、そしてオーストラリアの木、ゴールデンアカシア、ブラック&ホワイトエボニー、カリンのリボン木、ココボルのね一時木、ちょっと画像見にくいんですけど、肉から見るとよく見えます、アカシアのコブで、ラオシャンズローズウッド、シアメースローズウッドの変わり木、マースルバーチがね白と黒と1本ずつ、ピンクアイボリー、そしてハカランダ、なかなかいい木のやつがここにいますね。またよろしければ。で、上の段はローズウッドのコブ木ですね。ずらーっと並んで、黒柿のクジャク木もずらーっと、はい、一番上はこの2つで締めております。ルチェペン、ここと後ろ側、はい、シアメースローズウッド、スタビー、アクリル、そして9000円のスタンダードですね。はい、こちらにで、アクロ、ルーチェアクロ、そして隣がフィーネアクロと、コルタ、ルーチェコルタがあります。でフィーネペンがこちらの方にあります。でその下にねこうやってカゴありますので、もしお客様ね荷物たくさんあるようでしたら、こちら置いてください。貴重品だけ、お財布とかだけはね手で持っていただいて、リュックとかね、そういうものをこちらに置いていただければなと思っております。はい、でメンテナンスオイル、自分で好きなだけ取ってください。で自分で磨くペントレーですね。はい、こんな感じで置いてあります。はい、
そしてグラスト行きましょう。下から行きましょうか。はい、12,000円ですね。楓の地人木、モンティコーラだと思うやつ、欅の木に神代欅、はい、で欅の縮み木ですね。あ、これだけ11,000円ね。で12,000円が来て、でブラック&ホワイトエボニー、ちょっとついてないやつもあるんですけど、値段聞いてください。クラロウォールナット、あんまり、そう、最近そういや作ってないですね。そろそろ使えるやつがあるのかな。うん、また家帰ったら調べてみよう。はい、でバーザイシオークで5本あります。ケンポナシですね。はい、でリングギジ、アカシアのコブ、スタビシティアレースですね。でカリンのコブ木ですね。で次、18,000円となります。カリンの紅白で、はいですね、タスマニアンブラックウッドでアフゼリアで、バーズアイメープル、ハワイアンコア、これも一応タスマニアンブラックウッド、そしてチューリップとスタビーしてあるカエデのコブ木、2色染め、全部2色染めですね。はい、そして上がバーズアイメープル、あのつぶつぶのいいやつもありますので、はい、普通のバーザイもあります。でローズとコブ木がずらーっと並んでいて、デザートインアウト、そして黒髪のクジャク木がこんな感じで並んでおります。はい、で加藤金属さんのね、加藤シャープ201でございます。4ケース並んでおりますので見てください。シャーペンボールペンとね、あのごちゃになって置いてありますが、あのどちらにしても構いませんし、あのメカを買ってくださることも全然可能です。シャーペンもボールペンもね持ってきておりますので、はい、いただければなと思います。じゃあボールペンの方は2回目こんな感じで終わりたいと思います。じゃあ最後カッターとかね、マネースとか紹介したいと思います。またお願いします。